皆さんこんにちは。短期だから全力疾走始めよう速中コースウルトラ合格コースで宅建士合格というテーマで、30分程度お話しさせていただきます。宅建講師、レック専任講師の水野と申します。どうぞよろしくお願いします。さて、それではですね、まずこちらのね板書、短期だから全力疾走始めよう速中コースっていうね、まず宅建試験に合格するために、この今から始めて間に合うのかっていうね、そういったまず話からします。で、結論から言うと間に合うからやってるんです。今間に合ってんの本当に大丈夫なのと、本当に大丈夫って、いやそれ頑張んなきゃダメですよ。でも頑張んなきゃダメだけど、3ヶ月とかで合格する年は全く問題なくいらっしゃいます。ただ宅建試験ってやっぱり受験がね長くなる方も多いんですよ。それはそうですよ。考えてくださいね。ここにも書いてあるより合格率が15とか17とか15とか18、じゃあ18ない、13の年もありますね。見てください、これもう 15% 前後なんですよね。要は1万人受けたら、はい、15% だから1500、まあ、そうすると多い感じですか。100人だと15人、これ少なく感じませんか。要はそんなにみんな受かる試験じゃないですよね。要は100人受けたら85に落ちるんですよ。っていうことは受けなきゃいけない、不動産業界の人間受けなきゃいけない、受かんなきゃいけないって、ね、やっぱりなってる人多い、なってる会社多いんで、そうするとね、毎年受けて落ちた、毎年受けて落ちた、もうベテラン組、もう何十年っていう人もいます。で、私のね知り合いで27年受けてたね社長なんですけど、最近なんかコロナで会わなくなって、飲み行かなくなったら全然会わなくなってね、もう疎遠で、もう、まあ、連絡しないんですけどね。またなんかめんどくせえから飲みに行こうって言われるの。だからしないんですけど、まあ受けてればもう30回目になると思うんですけど、どうなったか分かんないです。多分受かってないでしょうね。そういう人もいるんですよ。いやそれ考えると3ヶ月って無理じゃないと。いやでも毎年受かってる人いるんだから。でこれはね、じゃあなんで受かるかなって。でもちろんそのね3ヶ月という短期で受かる、それだけの勉強の能力スペックがあった、要はもう記憶力とかね、お勉強慣れとかね、そういう法学部出てたとかね、そういうのでやれた人もそりゃいるでしょうね。でも全然全くズブの、全く法律勉強してない、不動産業界は全くない、それでも受かってる人っていらっしゃるんですよ。だからそういう方はどうやって勉強してるのかな、そんなお話もしていきたいと思います。でまずはじゃあ皆さんが宅建勉強しよう、受かるかなって心配ですか。受かるかなでやってたら、はい断言します、受かりません。受かるかな、そんなんで本気で頑張ります。勉強ってつらいですよ。面白くなっちゃったとしても時間を空けなきゃいけないんですよ。まず皆さんの時間、仕事、皆さん仕事人間でね、仕事だけ、いやそうじゃないでしょ、プライベートとかも、あとご飯食べたりとかお風呂入ったりとかね、趣味の時間とかね、これやっぱそういう時間ありますよね。友達と遊んだり、ね、彼女彼氏とデート行った、ね、奥さん大事にしよう、ね、家族サービス、お子さんと遊ぼう、いろいろやらなきゃいけない、やりたいこといっぱいありますよね。そういう時間を削って、もう勉強の時間確保して、いろいろ我慢して頑張んなきゃいけない。受かるかな、受かりゃいいな、でそんな受かるわけないじゃん、なまっちょろい。だからまずはね、第一に見てください、今年必ず合格する、だから今からやるぞと決意する、今年必ず合格、これです。受かると決めてください。まず合格するんだ今年の宅建試験と、これが決めらんなきゃ、申し訳ないけどやめた方がいいです。無駄なんで、あとねこういう人もいますね、来年のために今年勉強始めとこうみたいだ、それは別に悪くはないけど、でもなんか逃げの姿勢でね、今年もう無理だから来年のために勉強しとこうって言ってて、その来年も危ないですよ。だからやっぱりやるんであればね、もう間に合うんで今からでも、だって間に合ってる人毎年いるんだから、絶対受かるって決めてください。やるぞと、じゃあそれやるぞって決めた、俺は今年受かるんだ、私は受かるんだと決めた、半分受かってます。もうそれだけでと、勉強しなきゃダメです、努力しなきゃダメです、しかも正しい努力をしなきゃダメです。だからまず決めること、これね自分にね逃げ道を与えないでください。直前期本当につらいです。でも絶対受かんなきゃいけないって言ったら、例えば2週間前の模試でね20点前半、いやーあんまりいてんじゃねえなーですよね、はっきり言っていてんじゃないです。それでも合格するんです、してる方はいっぱいいるんです。直前2週間前の模試でね18点とかでも38で合格とかね、奇跡じゃないです。よくねなんか回そうです、合格体験記とか見るとね、いや奇跡の合格と、いやいやいや奇跡じゃないですよ、
全然普通にいるんですよ、です。だから別にそれ奇跡じゃないんですよ。でやることやってたから浮かんですよ。じゃあそのやることって何なのっていう話で言います。まずね、宅建試験というのが試験範囲と学習目標ということで、民法っていうのを含めた権利関係14問出てくる。宅建業法っていうのが20問で、このもう内訳はもう読む必要はないと思いますが、かなり広いですね、範囲50問広い分野から、ただ細かい内容が出題されることはありません。あっても合否に影響しない、これが大事です。あっても合否に影響しない。で、そこをちゃんと理解できている方は短期で受かりやすいんです。で、短期で合格しない。要は3ヶ月で受からない人のパターン。いろいろなことをやりたがって深入りすること。これが一番ダメです。なんか勉強ってやればやるほど自分の身になると思いませんか？思うような気がしませんか？勉強慣れというのをしてない方って、もうとにかく努力して勉強していろんなことをやると、いろんなことをやれば自分の中に入ってくんじゃないかと。残念、入りませんという。人間って記憶量ってやっぱり人によって能力違うんですけど、そんな多くないですよ。ちなみに3日前の晩飯覚えてます？覚えてないですよね。よっぽどね、いやーそこの三つ星レストランで食べたんだよって、それだったら覚えてるけど、あれ3日前麻婆豆腐だっけな、あれ餃子だっけな、なのね、覚えてねえんですよ。そう、人間の教養なんてそんなもんなんですって。だから覚えれるね、暗記量のカパってそんな多くないんですよ。なのに例えば権利関係14問なんですけど、民法だけです、条文で1000条以上あるんですよ。判例ともっとなんですよ。他も他の法律ですよ。そしてもう14問しか出てこないんですよ。そんなんで権利関係パーフェクトでやろうなんて言ったら、はっきり言いましょう、3ヶ月で終わりません。もう3ヶ月経ったところで権利関係の半分ぐらい終わったところでもう時間オーバーなんですよ。無理、だから割り切るのが必要なんですよ。割り切るというのはコスパが悪いところはやらない、コスパがいいところをやる。でそもそも権利関係って14のうち7、これが最低ラインです。目標じゃないですよ。目標7点とか言ってると3点とか4点で、はっきり言って権利関係3点はやっぱ権利、民法の権利関係のせいで落ちたねって思ってもしょうがないです。2問に1問、これちゃんとベースがしっかり民法考え方作れてて、借地借家法はねもう出やすいで、区分所有法も取りやすい。もうクイズ、難しいところって覚えなきゃいけないことはもちろんある。不動産時計もこれね、7点ってねちゃんとメリハリつけて、自分の取りやすいところとか出やすいところとか、そこに注力するといけるんですよ、短期でも。だからこの7点というのをまずは最低ラインに置いてください。だから目標として何点って言ったら、9点とか10点目指してもいいんですけど、民法もちゃんとパーフェクトに隅々までやるっていうのは合格する勉強じゃないということを覚えてください。合格する勉強というのはその捨てる勇気というかね、何をやらないかが大事なんですよ。やることじゃなくて何をやらないか。だから宅建試験も全範囲過去に出てるから隅々じゃなくて、もうやらないものやるものを明確に取捨する。そうすると短期で合格します。あと宅建業法は20もありますが、これね最低ラインがもう10、そうですね、6なんですけど、目標は満点目指しましょうです。ただ宅建業法満点最近難しいです、ただもう16点、これがもう最低です。なんでこんな高いの？狭い範囲からいっぱい出るからです。だから例えば勉強を始めて得点ベース早く作りたいんだったら、権利関係さーっとやって業法に力入れてください。で例えばですよ、皆さんの周りで先輩方で宅建受けたで、いやいや権利関係なんて勉強能弁でいけるわいと、それ今甘すぎですよ。宅建試験ってもうね、年々受験生でレベル上がってます。で特にね、またコロナで1段階上がりました、レベルが。で昔ね、ファンドって投資会社ね、それもね、その人たちも宅建が必要になったっていう2007、8年だったと思いますけど、そこら辺だったと思いますけど、その頃にね1段階上がったんですよ。すごいやっぱり優秀なね方が、お勉強が得意な優秀な方たちが結構こう増えてきたんでね、でそれで上がったんですよ、ワンランク。でまたコロナで、時間ができたんでしょうね。
で、時間ができたから、まあ、宅建でも受けてみっかなって、ノリで受け始めたんですよ。で、ノリで受け始めて、なんだよ、宅建って結構簡単だっていう噂聞いたら難しいじゃんと。で、受けた瞬間、もうこんな試験やってられるかって脱落したけど、脱落しなかった人たちがかじりついて2021年、2020年って受けたもんだから、すげえレベル上がったんですよね。ああ、また上がったなって感じがします。だから、はっきり言って民法の弁で受かるという、それは運です。たまたま7点ぐらい全然ノーベンでもできてよかったねっていう人たちなんです。だから権利関係も全く触れないでね、今合格するできる、そんな甘い時代じゃないです。絶対合格考えたらある程度やんなきゃいけない。でもあんまり時間かけちゃダメなんですよ、権利って。で、最低限業法に絡むところとかをやって、業法をやってみてください。そうするとね、点数ね、すぐ20点オーバーになるんですよ。でね、なんか20点後半ぐらい早めに模試とか50問の演習でいくと、なんか見えてくるんですね、合格が。そうすると多分やる気出ると思います。だから、ちょっと早めに業法をね、仕上げてみるみたいな感じでやるといいと思います。あと、法律上の制限、8問なんですが、これね、トータルでね、11問中、8っていうイメージですかね。法令上の制限、税価格で。で、このね、法令上の税価格は、おそらく、今から皆さん、初学者でね、3ヶ月で合格しようって言うんですよね。模試で、多分、散々な目にあると思います。法令上の制限2点、税金ゼロみたいな。うわちゃーってなると思います。大丈夫です。何かと。諦めないでください。だから、まず絶対合格するって決めましたよね。で、模試で変な点取っても、大丈夫です。模試だから。ここ大事ですよ。模試は模試なんだよと。模試は模試なんですよ。本番なんですよ、勝負は。これ、やっぱり、宅建試験、そんな甘くないですよ。3ヶ月で合格って、相当大変なんですよ。で、その、大変なんだけど、途中でめげない。模試で変な点取っても、いやいやいや、だってまだ始めたの遅いし。そう割り切れる方、強いですね。なんか全然取れない、みんな結構取ってんのにってめげる方は、悪いことやないから無理です、今年。無理だと思ったら無理です。いけると思ったらいけます。3ヶ月で十分間に合います。だから模試で変な点取る当たり前なんですよ。じゃあその模試で取れなかったところをちゃんと取れるように復習する。要は試験までに、例えばですよ、じゃあもうその模擬試験で例えば20点だったとします。20点ってはっきり言ってひでえ点数ですよ。だけど20点の模試を復習して、例えば2回目やった時に40点超えるような点数まで復習したら、その模試は40点なんです。試験基準で見てください。試験の時までに40点取れるように復習したら、その模試は40点なんです。それです。だから模試の点数悪かったら、よかったこんなに苦手なとこ見つかってって、そういうので修正していく。で、本番を全てにかける。もう全ては本番のためにっていうふうに考えると、模試ってただの叩き台なんですよね。それを糧に登っていくんですよね。そういう考え方すれば、法令上の制限って直前期バーン上がります。もうね、尋常じゃない上がり方します。だから法令って伸びるので、あと5問免除持ってる方は5問ね、もうもらえるんで、持ってない方も、これ最近5問免除ってね、5点取れる問題多いんですよ。ただね、言っておきますよ、5問免除を5問目指しちゃダメです。相当大変な問題もあるんですよ。土地とか建物って、ここの土地建物って本当に法律じゃないところだから経路が違うんですよ。だから5問免除のところって、ある程度過去問をちゃんとしっかりやって、そこの周辺をやっとけば、対策取っとけば、最近この何年かはね、5点とも取れる問題、なんか5問免除が取りやすくなってるんですよね。でもね、昔建物とかも火吹くほど、一級建築士がね、4人ガン首揃えて、専門書を見ながら回答を出して間違いやがる問題があるんですよ。でも一級建築士の4人呼んでんですよ。金出してレックね。で、答え出したので、その答え言うのね、回答速報が言うの私なんですよ。私が矢面に立つんですよ。で、その答えが違ってってね、もう大変粛水の。その頃はね、2チャンネル5チャンネルかな、時代だったんですけど、レックの水の答え間違いやがったみたいに、俺じゃねえんだ、俺は本部から言われた答え言っただけなんだって。もうね、そんな問題ですよ。プロが間違えるような問題、試験で出すなよじゃないですか、っていうぐらい難しかった時代があったんです。だから5問免除って満点狙うと、本当に満点取ろうとすると、本当にしっかり過去問全部やるってなると、とんでもなく無理です。だから5問この免除科目は、5問あったら、最悪でも悪くても8じゃない、3は取れますから、
支援機構をやって、ね、あと景品表示法とあと統計、ね、コツつかめば3はいけます、だから3はそれほど時間かけなくていけます、うん、ただ5を目指すとねコスパ悪いですよ、うん、っていうのを意識しながら問題をやれるようにしてみてください。だから何が言いたいかったら、とにかくね満点狙うっていうのは絶対ダメですね。これ満点狙わないで、満点狙っちゃいけないって、これ本当に試験では大事なことで、試験実施団体が例えばここ10ここが範囲で出ますよって言った時に、実際に宅建試験も合格点が36の年だったら、はい、合格点プラス 4,5 点、34だったらプラス 4,5 点、30だったらプラス 4,5 点、ここなんですよ。10出るよって言ってながら過去出たところちょっと多めに言います。2から3 2割から3割で、これパレートの法則っていうのがあって、10あるうち大事なことって2割程度ですよっていうのがあるんです。会社売上10、社員10いたら、本当に売上8割上げてるのは2割の社員ですよと、っていうような、その10のうち核となるのって2だよっていう、なんかそんな話なんですよ。それと似てます。10出るよって言っても出るんですよ。重箱を隅つつくような問題も、ところがその重箱を隅つつくような問題を全部網羅してやろうとしたら、はっきり言いましょう、3ヶ月なんて絶対無理です。民法だけで、いや民法も全部終わんないです。3ヶ月じゃそれぐらいになります。要は満点狙っちゃいけないっていうのは、満点なんて狙わなくても、30何点取れば合格なんだから満点狙わないでいきましょうって、そういうねリップサービスじゃないんですよ。満点狙う勉強すると全部範囲をやらなきゃいけない。全部範囲をやろうとするとこの西川さんがぼやけるんですよ。例えば1万の知識をあやふやに知ってても、はっきり言いましょう、知らないのと一緒です。逆に100の知識でも完全に知ってる知識があった方が1万のあやふやな知識より武器になります。要は10全部やろうとすると時間も足らず、仕事家事育児忙しい、全部やろうとするとこの 2,3 がぼやける。ぼやけると全然点数にならないんですよ。逆にじゃあこの枝葉のところ、じゃあ民法でちょっと難しい出にくいところ全部捨てちゃえ、大事なところだけやるって言うと、ここだけしっかり言うじゃないですか。本試験で分かんない問題あると思います。分かんない問題あるって 1,2 問どころか 4,5 問、いや多いと10問ぐらいあるかもしれない、分かんないの。いいです、分かんない問題だったって分かる問題しっかり取ればいいじゃないですか、っていうことです。で、分かんない問題も勘で当たる問題もあるじゃないですか。問題読んで常識で考えて、これは違うな、3つのうち決めようとか、2つには絞れたけどどっちか分かんねえな、正答率 50% あるんですよね。だから満点狙わないって、本当に大事なことをしっかりやれば、この満点狙いでいくと短期でいけるんですよ。でもそれって不安なんですよね。あと勉強慣れしてない人って、勉強って大変なもの、しっかりやんなきゃいけないもの、隅々やんなきゃいけないものって、要は非効率的になるんですよね。だからそこなんですよ。勉強が得意だったらおそらく過去問というのをやって、大事なところで、よく過去問をしっかりやれっていうのは当たり前で、過去問はここです、大事なところをダイレクトに書いたんです。で、よく過去問をやれって言われて、過去問やっても受かりませんでしたっていう方がいるんですが、それは過去問の答えを覚えてるだけです。過去問を題材に勉強してください。過去問という出方で勉強してください。過去問の答えをそのまま丸暗記、車の免許じゃないんです、ゲンチャリの免許じゃないんです。覚えてポンの問題は宅建試験はもう少ない、ほとんど出ないと思ってください。だから過去問をやるというのはちゃんと、理由付けしながら、なんで×か、丸の足どうやったら×になるかなとか、もうね、過去問を題材に勉強すると合格する。で、資格試験で過去問が大事じゃない資格試験なんてないです。だってその試験で大事なことから過去出てるんですよ。この宅地建物取引だったら、重要事項の説明というのができる能力があるかどうかを測ってるんですよ。過去に出たこと大事だから過去に出てるんです。だから今年も来年も10年後も大事なんです。過去問はいらない、過去問じゃ無理、そうですね、過去問じゃ無理と思った時点で合格が遠のいてます。過去問です、全ては過去問です。過去に出たところをちゃんと検討する、それがちゃんと周辺も含めてしっかりできるようにする。受かんないわけがない。だからもう一回言いますけど、満点狙っちゃいけない。で、その過去問でも精査するんですよ。だから過去問は 100% じゃないですよ。
そうですね。まあ、過去問だとね、まあ、95とか90%とか精度それぐらいに上げたいですね。確実に受かりたいためには。でもそれでも超難問の C ランク。例えばちなみにレックの魚区門ってやつには C ランクで星印がないような足元にね、そんなの全くいらないです。こういうレベルはいらないよっていうのがあるんでね、っていうのをちゃんと取捨してやると合格は短期でするんでございますよ。まあ、一応目標点とかがありますけれども、はい、目標で権利9というのは目標であって、最低ラインを私書いたんですからね。で宅建業法見てください、18点、で満点狙えっていうとね、これよく宅建業法満点狙えって言ってるのを聞いたり、先輩、合格した先輩からだから言われたりすると思うんですけど、満点は最近本当にきついです。なぜなら宅建業法も会社運用の考え方っていう範囲から要は過去出てない、仕事やってると知ってるわってなるんだけど、 A っていうのが最近出だしてるんですよ。でそうすると宅建業法って引っ掛けも多いんで、満点狙う、狭いから満点狙うんだけど、まあ実際開けてみたら、まあ17点18点、でおそらくね、合格する方が一番多いのは17点か18点ぐらいです。そこが一番ボリュームゾーンです、合格してる方で。15とかだともうね、合格しづらくなってます。で15点とか14点で受かってる方って、大体例えば宅建試験受けたんだけど、実は司法書士試験受けてますとかね、行政書士試験受けてますとか、で例えば司法書士試験なかなか受かんないからちょっとついでに宅建受けましたとか、ロースクールでね、司法試験の勉強してんだけど、まあ、宅建も取っといて不動産の、ね、知識弁護士さんも知っといて損ないんでね、で宅建受けましたとかね、そういう法律的な素養ある方が、権利関係がもう全然能弁で宅建勉強しなくても13、14ぐらいね、もう取れちゃうような、そういう人たちなんですよ。だからもう宅建業法徹底的にやるよね、それを忘れないでください。で法令上の制限ももちろんやんなきゃいけないんですよ、やんなきゃね。でもなかなか模試でいい点まで登るのは大変だから、はい、そうですね、まあトータルとしてはここ目標点いくつったら40点あたりですかね。まあだから満点狙っちゃ絶対ダメだってことです。満点狙うと結局隅々までやろうとすると、本当にそんなに脳みそのキャパあるんですか、記憶のお味噌のシワあるんですか、ある方も言いますよね。でもない方の方がほとんどです。9割9分、そんな宅建試験3ヶ月で全範囲を網羅できる、無理です。なので、はい、ちゃんとやれるところ、やるべきところをしっかりやるっていうところで、じゃあこれこの2から3のところ、大事なところってどこなのよって言われても、これどこなのって見つけるのって要は過去問なんですよ。で過去問でよく出てるところ、しっかり出てるところ、何度も出てるところ、そういったところをちゃんとしっかりやることがもうこれ対策なんですが、ただまあ各学校ね、いろんな過去問集ありますが、出題に偏りがあったりとか、あと昔出てたけど最近出てないとかね、要は最近10年分の問題で、10年とか15年分の問題で過去問を編集してる会社さんって多いんですよ。でそうすると30年前とか20年前とか出た問題ってないんですよ。でマレック・ウォーク問という過去問題集は結構昔の問題でも大事な問題は論点潰しで出てるんですけど、ないとね、いやこんな見たことないみたいになるんですよね。だからこれね、なかなか大変なんですよね。ということで、はい、まあ、独学 VS スクールってなってますが、こういうのはなんかちょっと嫌だ、私も喋ってるの嫌なんですけど、もう絶対スクールに持っていこうとしてると思ってるんじゃないですか。だって宣伝のための動画だから。もちろんそうです。ただ初めの一歩独学では難しいとか、良い効率的な学習できるって、それは金払いや、そりゃそうだっていうのは分かりますよね。例えばね、何をやるにしろ、まあ、楽器でもそうだし、あとゴルフとかね、そういうのもそうだし、何かやろうと思った時に自己流でやると変な癖ついちゃうんですよね。で独学でやって、でその独学もね、その資格の試験とか、まあ、受験とか勉強に心得がある人ってまず満点狙っちゃいけないなんて常識の話だし、あとは勉強やるときに過去問が大事。例えばね、大学の受験とかでも過去問って大事なんですよ。その学校の特徴が出るので問題に。資格試験なんてもっと大事ですよ。その試験で大事なところが過去出てる、そういうのが分かってるから過去問を使用して全力でできるじゃないですか。ところが勉強慣れしてないとやっぱり難しいんですよ。いや本当に過去問でいいのかな、もっと予想問題とかやった方がいいんじゃないかなって、そこでブレブレになるんですよ。だからスクールで、いや過去問だからと、しっかりここやれよ、ここやるんだぞと、ここはいらねえぞと、ここやんなくていいぞ、ここはやれよって言ってもらった方が効率的にできますよね。あと知識もなんか思い込みで
テキスト読んで思い込んじゃう、誤解してなんか覚えようとしちゃう、理解してるって多いんですよ。それ理解、言葉で説明されれば、思い込み、勘違いで思いちゃった、覚えちゃったことなくなりますよね。そういったところがまずはいいです。あと効率がいいし、あと予備校膨大な情報を用意しているというのは、例えば演習講座でも合否分かれる問題ですとかって私よく言うんですけど、合格者正答率これだけ、不合格者はこんなもんと、うん、これね、レックはやっぱ大きいですよ、データ、うん、やっぱり歴史が全然違うのでね、うん、だからまあ講義聞くだけで無料である動画なんていくらでも YouTube いっぱい載ってるんですよ今、うん、でそれなりに面白いし、ためになるでしょうね。だけどね、資格の予備校にはね、膨大なデータ、これはね、一般人じゃもう手に入らないデータ、うん、だから私まだレックにいるんです。まだレックにいるとか言っちゃった。これね、私ね、資格のやっぱ講師やってて、レックにいるのはこのレックのやっぱデータはすごいんですよ、うん、やっぱ合格点を予想するとかもそうだし、ね、そのビッグデータ、合格者は取る、合格不合格者は取らないで、独学でやってる人は取れないけど講義やってる人は取れてるとか、そういうデータ分かるんですよね。うん、だからそういったところでアドバイスできるので、全然もうただ説明だけじゃない、ね、ちゃんとデータに基づいてお話しするんでね。だからそこら辺はね、いいです。あと疑問点を質問できるって、私講義でこれ講座今宣伝してるのは、私が収録したものを通信の方見ていただくんですけど、質問はね、直接はちょっとできないですけど、学校の本部のね、質問対応の人がいて、でちゃんとできるので、分かんないことを聞けるのでね、うん、そうしたところでいいです。あとは生クラス行けば、生のね、講座、目の前に教室で先生来て、その先生にいくらでも聞けるんで、まあ、そうやって分かりづらいところはちゃんと聞けるというところ、それがね、まあ、メリットです。であと短期合格法というんですが、まあ、結局どこが出題されてるかって分析して、情報整理するという、それは莫大な時間がいるんですよ。で、資格試験に慣れて独学でやれる方って、この情報整理が早いんですよ。あ、ここ大事そう、ここ大事じゃないって、しょっちゃっちゃっと慣れてるから。でも慣れてないと何が大事でって難しいと思いますよ、うん、そこでやっぱり効率的に合格するためには、まあ、学校来てね。でどういうところが大事かで、ウルトラ速習35時間完成講座って夏からの講座ってすごい短いんですよ。で短いからこそ全部網羅でもう過去も全て知識を講義内で言う時間はないです、うん、宅建試験ってね300時間、まあ、目安です。で300時間って言われて、300時間じゃ足んないっていうイメージの方も、合格してる方でも多いと思います。いやー1000ぐらいかかんじゃねえのと、うん、でそれは、まあ、その人の考え方なんで、で逆に10時間じゃ絶対無理でしょうね。でも100時間で受かってるって方はそれなりにいらっしゃると思います。要は勉強ってね、人それぞれなんですよ、うん、やっぱスペック、能力スペックも違うし、記憶量も違うし、理解力も違うし、国語力とかも違うし、ね、もういろんなさまざまな状況、そしてさまざまな状、そのバックボーンというか、あとは今置かれている状況、いや仕事の休みが取りやすいとか、もしくは今全然仕事やってませんとか、そしたらありがたいですね。でもぐんぐん仕事やっててお客さんにさ振り回されているような、そういうんだったら大変ですよね。うん、だから本当に時間が何時間取れるか分かんないけど、まあ、少なくとも1年間時間があろうがなかろうがコンスタントに集中って本当難しいと思います。試験勉強が好きでね、もう例えば超難関試験のね、まあそうですね、司法試験とか司法書士試験とかね、公認会計士の試験とかね、本当あれぐらいのレベルになるとね、もう朝から晩までずっと1年間勉強してても、もうそれが当たり前だっていう人も平気でいるんですよ。でも普通はね無理なんですよ、1年間コンスタント。ところがこれから10月という短期だったら、いやもうみんなアドバンテージでもうみんな早くやってんだ、俺どっちかと私出遅れてんだと、よし集中してしっかりやんなきゃってなったらどうですか。短期だからこそ全力疾走できる。でその全力疾走するのに違う方向走ってったら合格してないんですよ。その違う方向じゃなくて正しいゴールに向かって最短で全力疾走してゴールできるように我々がいるんです。でそこで、まあ、このウルトラ速習の、ね、合格コースっていうのをおすすめしてますということで、まあ、ここら辺がもし興味ある方はね、ここへ他にも動画がね、ウルトラ速習でどういうカリキュラムでやるかっていうのがあるはずなので、ね、そちらでご覧になってぜひ検討いただければと思います。で、まあ、何はともあれね、学校来るにしろ来ないにしろ、とにかくね、合格するかしないかはまず自分が決めることです。今年絶対合格する、もうその決意持ったらこれね半分合格します。ただその後正しい勉強をしないと満点狙うみたいにね、
要するに絶対合格だから民法隅々やるって言うと、ちゃう、ノーなんですよ。だからそこら辺はね、ちゃんと過去問、あといろいろ情報収集は必要だと思いますが、まあこれね、とにかくね、完璧主義になると本当に合格しにくいです、うん。あと落ち込んでる暇ないですからね。例えば模試受けて変な点取って、もうダメかもしれないみたいに、もうダメかもしれない。あと質問で今年自分ダメかもしれない、大丈夫でしょうかと、大丈夫でしょうかって聞いた時点でもうダメだなって私思っちゃいますよ。だって大丈夫かどうかじゃねえんですよ。もしで変な点だったら、いや大丈夫じゃねえだろうと、このままじゃと。23点ダメ、大丈夫なわけねえだろうと。23点大丈夫ですって言ったら詐欺ですよ、それ。ダメですよ。でも、23点。じゃあそれで、どこを修正すれば合格レベルに行くのか。それをちゃんと明確にすれば大丈夫です。うん、だから、その模試受けてショックなんて受けてる場合じゃないですよ。短期合格のためには、いっぱい変な点、間違える問題いっぱいにあると思いますよ。それをちゃんと一個一個クリアにして絶対受かると決めて最後に合格勝ち取りましょうよ。以上でございます。はい、ということで短期合格法も含めてね、この短期だから全力疾走を始めよう合格速修コースというお話しさせていただきましたね。皆さんが宅建試験短期で合格することをお祈りしています。それでは、ウルトラ速合格コースで宅建試合合格、説明会ですね、終わります。ガイダンス終わります。皆さんご清聴ありがとうございました。